はい、こんにちは、レトスの小野です。9月1日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。今日から9月ですね。この時期やる気が出なくて勉強が進まないってなると致命的です。勉強をしっかり行うためにもやる気が出るまで待ってはいけません。まず勉強に取り掛かること、テレビやスマホなどから離れて勉強に取り掛かることでやる気は出てきます。まずは1問だけでも解いてみましょう。今月も1ヶ月間一緒に頑張っていきましょう。それでは3問に入っていきます。では問1に入ります。主たる債務者は弁済の資力がありかつ執行が容易である場合、連帯保証人は債権者からの履行請求について主たる債務者から先に履行するよう債権者に主張することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。連帯保証人なのでこのような主張はできません。検索の抗弁権はないということですね。今回の問題は検索の抗弁権についての問題です。検索の抗弁権ってどういったものかっていうと、簡単に言えば先に主たる債務者の財産からお金を回収してくださいと言える権利なんですね。で、この権利を主張するためには2つ要件があって、1つ目が主たる債務者に弁済の主力があること、つまり、財産があるってことですね。主たる債務者に財産があるということ。もう一つが、執行が容易であること。つまり、簡単に回収できること。この二つが要件とされています。で、この検索の抗弁権っていうのは、普通保証人は持っている権利なんですが、連帯保証人は持っていないんですね。つまり、本文のように、連帯保証人は主たる債務者から先に履行するよう、債権者に主張することはできません。したがって誤りになるということです。個別指導ではちょっとイメージしやすいように具体例を用いて解説していますので、個別指導の受講者さんは受講者専用のメルマガからご確認ください。で、問2ですね。宅建業者はその事務所ごとにその業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときはそのどちらも閲覧に供しなければならない、丸か×かという問題です。この閲覧に供さなければならない、これどういうことかというと、見せなければならないって言い換えると分かりやすいです。つまり、取引関係者から、帳簿見せてくださいとか、従業者名簿見せてくださいって言われたら、見せなければならない、丸か×かという問題なんですね。で、答えは×です。従業者名簿については見せないといけないんですね。一方で、帳簿については、そのような規定はありませんので、見せる必要はないということなんです。で、お客様に帳簿を見せないといけない。これ、おかしいってことは、これ分かりますよね。この帳簿っていうのは、いわゆる取引相手の名前だったり、住所だったり、電話番号だったりってこう書いてあるわけですよ。つまり、お客様情報が書いてあるわけなんで、そのプライバシーを取引関係者に見せるってことになるわけなんですね。これおかしいわけですよね。だから帳簿については、取引関係者から請求があったとしても、これは見せなくてもいいですよっていう話です。これは基本中の基本の問題なので、解けるようにしておきましょう。で、問3ですね。農地法です。会社の代表者がその会社の業務に関し、農地法の規定に違反して転用行為をした場合、その代表者が罰せられるのみならず、その会社も1億円以下の罰金刑が科せられる。丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。法人の代表者その他従業員が、その法人の業務や財産に関し、4条許可、5条許可、原状回復命令等に違反した場合、行為者に対しては、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に、処せられます。一方、法人に対しては1億円以下の罰金刑が科せられるんですね。つまりこれってどちらも課せられるんですよ。行為者に対しても課せられるし、法人に対しても課せられる。こういったのを両罰規定って言います。なので今回の問題は丸だということですね。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか。そこまでお話しておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。